多席思考で自分にに甘く見えっぱりな彼氏に浮気をされました今度話し合いをするんですが、一番ダメージを与えられる別れ方って何だと思いますかうん、あの、まあ、その、自分がその裏切られて嫌な思いをしたので、ダメージを与えたいっていうのがわかると思うんですけど、多分一番ダメージ与えられる別れ方だとすると、今すぐ連絡を一切取らないことじゃないですかね。その、結局あの、多分、多席思考が強い人って、 でまあ、ある程度、その要は他人に責任を押し付けるのってある程度口論がうまくないとできないんですよ。要はその自分が悪いにもかかわらず相手のせいだよっていうのをちゃんとそう押し込めるってそれなりに口がうまい人なので多分会って話をしちゃうとあれ俺そんな悪くなかったなこいつにも原因あるんじゃねみたいなのを素で思い込んじゃったりするんですよ。要はその あの、そう、肉まんさんが何かミスをしたので、結果として僕が浮気をしなければならないことになってしまった。だからあなたにも責任があるんですみたいなのを説明してるうちに自分で本当に信じ込んじゃったりするタイプの人ってもいんですよね。なので、その、会うことでむしろ彼は、あの、心が救われてしまう部分があると思うので、もうお前はひどいことをしたから人間として会いたくないっていうので、その自分がひょっとしてその悪くないんじゃないかっていう説得材料を作れる きっかけを与えないっていう方がいいと思うので、もう一切連絡しないで LINE とかブロックした方がいいんじゃないかなと思います。